ファンネルがお送りするマーベルアイアンマン VR 続きをやっていきたいと思います。では第10章、レーザーの終点ですね。あれ焦点終点でいいんだよね。はい、じゃあやっていきたいと思います。でスターク邸ですね。制御不能となったガンスミスに放置されたトニーは誰もいない家へと戻ると。じゃあプレイしていきます。ちょっと私の方もねプレイでだいぶ間が空いちゃったので、また申し訳ないですけど、操作の方と現在の状態もちょっと怪しいかな。戻ったぞ戻ったぞ。その通り、一人ぼっちで。一人ぼっちか。ペッパーあたり来てくれないかな。元気がもらえる。よし、じゃあ電話か。待ってね、一回スーツの方に行って色変えとこう。サンスティンガーで今回か次回で多分ラストになると思うので、まあ最終章が確か第11章だったかな。今第10章なので、まあ最後はね通常のアイアンマンのスーツにしたいんで、まあ今回はちょっとまだ普通に遊ぶ感じで。どうすっかな。でも結構使ったからな、もう。オリジンも使ったし、これもシルバー。ああ、でもこれはあんまり変わんねえような気がすんな。ああ、でもここまでか。ああ、どうしようかな、そしたら。まあいいか、これで。これ、ヴィンテージが、これがあれか、あれ。むしろ初期のスーツがどれかわかんねえな。インパルスアーマーじゃないもんね。あ、これが初期か。あ、じゃあまあ最後はそれにしようか。そしたらスノーストームはやったことないと思うんで、あ、これにしよう。よし、オッケー。じゃあ今回これで装備もいいよね。スマートミサイルと、でも使ってねえの結構あんだよね。あれ、アンチアーマーミサイルになってる？2つ目が、あ、違うな、待ってね。アンチアーマーミサイルって強いやつだっけ？私、前回それにしてるはずなんだ。あ、これか。はい、大型弾頭を搭載した強力な無誘導ミサイルね。OKOKOK。じゃあ、これはこれでよくて。今回はスマートミサイルを誘導爆弾クラス。あれ？これ次のページもあった？ EM チャージキャノン。何これ？ハードライトシールドを貫通できる弾。おー。チャージすればさらに高いダメージを与えられる。速攻性を好むガンスミスにしては意外なデザイン。重力ボム。このグレネードは重力を発生させ、近場の敵を引き込む。ガンスミスは重力移動技術に目がない。あー、これもいいよね。敵を引き込んで、マイクロスワーム、スターク・サンダーボルトミサイルのデザインを再利用。何これ。 EMP 誘導弾は敵の武器や機動性を一時的に無効化。あー、場合によっては使ってもいいな、この武器。スマートミサイル、あ、違う、あれ、あ、どうすかな。待ってね、あれ、スマートミサイルになっちゃってるな、説明が。クラスター、あー、でもやっぱショットガン、あれ、ショットガンがいいかなーとも思うんだよな。今回じゃあちょっと大変なことになるかもしれませんけど、私の大好きな射管を製作していきましょう。左手射管でいこうか。よし、 OK。はい、すいません、ちょっとお時間かけました。まあ他のパーツのところはいいでしょう。もしかしたら新しいのいろいろ出てるかもしんないけど、あー、でも武器だけがすげえ増えてたのか。4分の9だもんね。よし、 OK。 じゃあ戻ります。ペッパーに電話ってたんだもんね。よし、じゃあポチッとな。
ペッパーすらも。あ、出てくれない。あら、あれもしかして誘拐されてるとかじゃねえよな。え、トニー何も喋んねえんだけど。あ、喋った。腹が減ったぞ。何か食べようかな。腹が減った？腹が減ったらリンゴが冷蔵庫に。やばい、頭痒くなってきた。あ、何もない。空っぽだ。これはフライデーに任せっきりだ。これ何？紙。皿、これこういう色合いの皿なんだよね。汚いわけじゃないよね。よいしょ。よいしょ。じゃあ、飲み物飲みますか？緑嫌だな。このドラゴンフルーツ色の。よいしょ。で、ああ、手がやばい。で、ポチ。まあ多少ね、お腹の隙には飲み物でもいいでしょう。よいしょ。飲む。あれ、こうやって飲めなかったっけ。あれ、まだできてない。できてるよね。ちょっと待ってね、わかんねえよ。あれ、こうやって飲んでたと思うんだけど。あ、なんか飲んでるっぽい。ごくごく聞こえた気がする。よし、美味しかった。はい。ごちそうさまでした。目的地が出ない。スーパーヒーローは仕事しないと、地球儀をチェックしよう。地球儀チェック。よいしょ。これ赤いまんまなんだね。いや、何でもかんでもご紹介。ジャミング？いや、違うんだ。お、フライデー。誰に話しているのですか？ごめん、独り言。うん、その大人になった僕。どこ行った？こっちか。そうですか。あのお方はどちらへ？どっか行っちゃいました。イビサ、コスタベルデ、知らない。武器製造祭り時代の AI が暴走するとは思わないのも甘かった。ですね。お、治った。でもボスは変わった。私という AI を作りましたし、なりたい自分をモデルにして。いや、昔のバーヤをモデルにした。あ、バーヤ。特別な方だったんですね。まあ両親は不安定で彼女だけを信頼してた。私も信頼していただけたらと。信頼はしてますよ。君に謝るべきことは、そうだな、たくさんある。ジャパニーズ土下座でもしますか。ちょっとつけ払いにします。コードが私の体にぶつかった。とりあえず世界を救ってから。救ってから行きますか。ちょっと待ってね、マイク位置を確認します。ちょっと触りますよ。どうして戻ってきたんだ。ボスを一人ぼっちにしてしまうとどうなるか知っているからです。さすが。そうだな。ところでここで何が起きてるんだ。リビングレーザーがシールドを攻撃しています。おっと、また。パークの厚かましさは好都合かもしれません。暗闇の中の光です。彼のエネルギーの崩壊速度を計算できれば、生まれた時間と場所を正確に割り出すことができます。なんかすげえこと言ってる。パークの蘇生した場所を見つければゴーストも見つかる。僕にできることは、彼の望む通り戦って。戦うかんだ。戦わないといけないんだ。待ってね。他のとこはまああれだろうね、チャレンジが出てるだけなんで。じゃあやっていきますか。オレステイヤ、あれですね、空中母艦だよね。よし、第5章はだいぶ前にやったやつ。はい、第10章。じゃあ行きましょうか。ミッション説明。パークはオレステイヤへの再攻撃をほのめかしている。戦隊撃ってるやつを止めなければ。このミッションをスキップしますかってなんだろう、ちょっとわかんないけど、まあ普通に出発で、セット1でいくよ。さあ、ショットガンにしましたけど、これが吉と出るか凶と出るかですね。まあ大体凶と出るけどね。じゃあまたあの例の空中母艦に。はい、トニーはリビングレーザーと対決する。フライデーに彼のエネルギーシグネチャーを解析させ、ゴーストの居場所を突き止めるために。すごいな、高度 9200m にいるんだ、オレステイヤ。ヘリキャリアって書いてあるね。母艦のことヘリキャリアって言うんかな、ちょっとわかんねえな。
まあまあまあ、この母艦結構好きなんで、またこのステージに来れるのはちょっと嬉しいかな。ちょっとボタン忘れてるのが怖いんだけどね。リパルサはまあ忘れないし、飛ぶのも忘れないけど、ぶん殴りがね。じゃあプレイ。まあ始まったらちょっと試せばいいんだけどね。はい、どっからなるでしょうか。空飛んでるとこからかな。装着、飛んでますね。あー、やばい、火災じゃん。火災発生、火災発生。おう、早かったでしょ。こいつを戦いますからね。はい、第10章ね。よし、行くぞ。どうすればいい。まずヘリキャリアを守る。通信塔につなげ。マリア、君の方は平気か。トニー、かなり良くない事態が起こっているよ。良くなさそうだもんね。アーサーパークが全世界をターゲットできるレーザーを建造した。何何を起こってるのか知らない。あれは味方か。待ってね、殴りを練習。 OK。 やべえ、あのピンク色のやつら、ショットガンくらい。ショットガンじゃなかったこれ。こっちがショットガンだ。よいしょ、バック。あっちにいるな。お、やばい、重力移動。いっぱいいる。ショットガン、ショットガン、ショットガン。やっぱショットガンの威力が強いね。外しちゃった。邪魔、痛い。おお、危ない、受けちゃった。これはまだチャージ完了していない。落ちろ、殴る。よしよし、何なんか今すごいビームが。待ってね、文字の字幕も読みたいんだよ。なんか出てきた。あれはタンクだ。タンクもいて、えいえい。ショットガンじゃなくてこれ無反動砲か。よいしょ、無反動砲ってなんだ。し、落ちろ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 、痛い。雑魚は下がってなさい。よし、ちょっとバックして。あれ硬いな。あ、重力当たんねえか。当たれ。で戻って、くれ。左手がショットガンだよね。よし、やっぱ強いな、ショットガン。よいしょ、痛い、なんか狙われてんな。よし、なんか飛んでる、ミサイル。そっか、タンクがいるのか。落ちろ、無反動砲。よいしょ、どうしても無反動砲って言ってしまうが。どこに。パークと再び対面すればエネルギーのサンプルをもう一度集めることができます。そうか、消化してなこれ。集団はどこだい。来たな。ちょっと待って、あのタンクを先にやらせるか。うん、あ、届かない。あ、やめろ、行った。ちょっとやばい、え、危ない。ちょっと距離取って、落ちろ、やばい、了解。なんか吸われてる。ちょっと離れよう。やられちゃう、このままでは。いやー、ここに来てすげえ忙しい。落ちろ、おい、よいしょ。あれ、移動。クソ、あいつ。よいしょ、くらい、ショットガン。よし、タンクめ。ちょっと私いろんなとこ見すぎてる、危ない。落ちろ、よし、オッケー。危ない、狙われてんな。ショットガン当たんねえな、この距離は。痛い、ショットガン。殴る殴る、避ける、落とす。クソ、こいつシールドが。避けて、落ちなさい。よし、オッケー。でしょ。しかし
あ、ユニビーム溜まってたわ。どこいんのあいつ。あ、もうビーム撃ってんだ地上に。止めなきゃ。アイアンマン、はい、シールド所属 TOS より救援も頼む。救援？待って、シールドジェットがパークのレーザー掲示に捕まっています。どうすればいい。あれは痛い。殴っちゃったけどいいのかな。待ってね。あー、そっか、待って、パークをだからショットガンでドン。大丈夫かい。お見事です。お見事。また捕まるんだろうな、でもどっかで。おしまい。僕はまだまだいけるぞ。なんか今レーダー音が。おお、よく当たんねえな俺ステイヤー。敵が来ます。了解。敵どっから来るんだ。多分またタンクが出てくんじゃねえかな。マップが、あ、マップ的にはこっちだ。いたいたいた。どうすかな、あのチビちゃんからやらないと。いた。暗い。ちょ、お前、スーツの機能が一部低下。一部ね。よいしょ、上に行きやがったな。あいつ先に落とそう。ショットガン、よし。こっちじゃない、あいつ。そう、守ってんな。よし、避けて、ショットガン。ショットガン近距離でやれば結構な威力なんだね、やっぱ。暗い、一撃で落としてんもんな。避けて、で無反動砲。無反動じゃない。落ちない。うぅ、撃ってこい。避ければいい。よし、でこいつが狙ってくるから、うん、ショットガン。よし、やりました。さて、またどうせ捕まるんだろう。捕まったか、なんか出てきたな。くらい、よいしょ。この距離ではな、ショットガンは。いた、当たっちゃった。ユニビーム落ちろ。どこ行った。あ、これじゃ、これじゃない。よし、後ろ。痛い。やべ、ユニビームにちょっとあぐらかいてたわ。避けて、落ちろ落ちろ。お、すごい、ダブルキルで、まだいたよね。あ、いないか。いた。了解。ショットガン。あ、やべ、痛い。ちょっと待って、あれ助けないと。下からドン。さすがショットガン。何を頼まれた私。来ましたね。あいつだ。避けてから、あのチビちゃんを、まずチビちゃんたちを倒したいんだけど、重力さんをやってちょっと移動してやろう。やる気か。くらい。避けて、怒ってる。避けて、落ちないよねー。んでショットガン。ほっ、ちょっと待て、危ない。忙しすぎて。あいつ守られてる。避けて、痛い、当たっちゃった。あ、あれってもしかしてユニビームチャージできるんじゃない。痛い。ちょっと一回逃げないと。逃げてー。あ、回復してる。オッケーオッケー。待ってね、あれを回収したいんだけど。あ、消えちゃった。どこから狙ってんのあいつ。よいしょ、当たれ。私の計算によるとあと3回です。3回。重力移動。なんだ来た。あと3回って言ったもんね。おお、ミサイル。
ということは、いやチビが、チビどもユニビームが欲しい。えっ違う、私はユニビームを取りたかった。ユニビームレディ撃っちゃおうか。くれユニビーム、落ちろ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 、よし避けて、あいつはもう落ちるだろう。いった、よしショットガン、当たれ、何やろう、タンクを削って、待ってね、ショットガンで野郎ども、くそ、ふん、あら当たんない、落ちなさい、よし、オッケー、あと1回会えばいいんだ、よいしょ、さあどこに現れるかな。そうだね、これ当たっちゃいけないんだ。私もですか、よくあの戦闘機も当たんねえな。ボス、別のシールドジェットがあれか、了解、当たれ、あ一撃じゃない、待ってね、なんだエリア範囲外かい。でしょう。こいつまだ生きている。トライデン、シールドのつなげ。情報を送信しました。あいつなんか硬いな。そう来なくちゃね。当たってないのかな。それとも落とせないあいつ。なんだあいつだけやったら息が長い。なぜ。あ、目的地あっちか、でも。行ってみよう。なんかいるかい、あそこ。よいしょ。あ、リビングレーザーがいたの。いや。友達は救ったかもしれないが、俺の勝利は必然だ。神は止められない。なんかやる気？俺が戻るの。震える。神なのに拗ねて逃げるのか。おい、パーク。震えて待ってるよ。あ、煽ったね今。なんか声違くね。おい、今名前で呼んだか。パークって呼んで。今だ。お、これは捕獲ですか。おお。これがエネルギー源。ボス、パークの講師の痕跡が完全になくなっています。跡形もなく消えました。それからエネルギーの痕跡を十分に収集できたので彼の居所も分かりそうです。やったぜ。よくやったフライデー、帰ろう。煽ってる時だけ声違かったよね今、なんか気のせいかな。まあ無事に勝てましたね。ちょっと途中かなりギリギリな場面もありましたけど、まあまあいいですよ。よいしょ、ケイ。はい、リビングレーザーを始末した次はゴーストだって書いてありますね。かっこいい。お、星4つもいただきました。ありがとう。進む。なんかトロフィー出てる。どれぐらい時間経ったろう？ちょっと待ってね。また確認しますね。ああ、もうでもいい時間だな。多分第11章最後じゃなかったかな。これいい時間なんで、じゃあ今回以上にしようか。次回ですね、これ。いや、ちょっと私のも結構体力消耗したんで一回休憩したいわ。はい、じゃあ次の説明だけ読んで、トニーはリビングレーザーのエネルギーシグネチャーを収集してガレージへ持ち帰った。これでフライデーがゴーストのアジトを特定できるだろうというわけで、じゃあ今回以上にしたいと思います。では次回、第11章闇の底をやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またねー。